はいどうもトシボーイズ岸本ですよろしくお願いしますよろしくお願いいたしますどうもトシボーイズの林康博ですよろしくお願いいたしますはいトシミナティでございますはいお願いしますあのちょっとですね、はい、最近あのいろんな音楽聞いてるんですけどおーいいですねあのいわゆるクラシックうんあんま通ってきてなかったなと思ってうん。でまあそのクラシック聴くようになって、うん、あの知り合いができまして、うん、指揮者の えー、いいじゃんそう作曲家なんですけど、えー、ジャン・ジャン・リュリって言うんですよあしかも外国の方じゃないですかフレンチですよフランスねフランスねフランスの方なんですけど、うん、はいあのー、この間ねちょっとライブっていうかコンサートあるからっつうてことでい、うん、いい行ったんですよねえー、いいねそしたらあのー、結構ね激しい曲やってたんですよあそうなんだうん、うん、なんですけどあのいわゆるさ指揮者がこう指揮 式棒振るみたいなやつじゃなくてうん、うん、マーチンングバドうんうんでも流行ってますよねそうそうずっとで、あのー、マーチングバンドなんで式棒じゃなくて、うん、なんか杖みたいなやつうん、うん、でっかい杖みたいなのこう先頭の人がこう振るって歩いてるの見たことないですかこうあいや俺記憶にないけど、まあ、そういうのがあるんだそう、うん、なんかつ杖みたいなのでリズムを取るわけですよね棒、うん、の式棒の代わりにで ちょっっとやっぱどんどん激しくなって、うん、テンション上がっちゃって、うん、であのその杖で床をこうどんどんリズム叩いてたんですけどあでも盛り上がりそうすげえサビのピークの時に、うん、テンション上がりすぎて、うん、その杖足に突き刺しちゃったんですよね、うん、でそっからちょっと壊死して死んじゃいましたえしんどっ <laughs> あの皮肉なもんにね指揮棒に殺されるという皮肉、うん、な運命だったなと思いましたちょっと待ってくださいよ、うん、クラシック全然聞いてないしよほんまは <laughs> 誰の話とんねん <laughs>、えー、これこれはあの1687年の、うん、そんな前なんだフ,レンフランスの作曲家な、うんでフレンチって一回言っちゃうの <laughs> フレンチの、うん、ジャン・ルリ,リっていうですね<ー>作曲家がちょっと本当にあの自分のね足趾骨で刺してって、ね、そこか,から腐っていって俺,俺これだから趾骨みたいなものを呪物なんじゃないかなと思ってあそのねちなみに何歳ぐらいの時なんですかえー、ジャン・ルリ,ューリーはい結構年いってると思いましたからねえもう おじいちゃんです。おじいちゃんぐらいの時でした。おじいちゃん七十まあ六十七十ぐらいで暑いててうわそれしんどいね。まあ僕は関係ないんですけどね。はいわかりました。それではいきます。はいウルル滞在期。はい一回ねちゃんとコスプレ挟んでウルルに戻ってくるという。 いやー、僕だってやりたくないんですけどね。いやや、めちゃいちゃいけやりたくねえな。僕だってやりたくないんだけれども、世界がそうさせるから。なんで、ハヤセをうるるんさせるのいや、うるるんさせる。今回は完全なる怒り。あ、怒りなき。怒り、そうですね。うん。怒りなきですね。はい。怒りのみなきです。また。感動とかじゃない。はい。怒りのみなきです。 えー、頻繁に怒っ,、ね、ってますけど。あそうですね。いや、頻繁には怒ってないですけど、はい、もう、久しぶりに舐められたもんだなっていう。ああ、そうっすか。うん。まあ、それも頻繁なイメージですけど。いやいや、そんな舐められてはないでしょ。そんな舐められてはない。<ー>いや、舐められてたけど、はい、この間も。はい。それに関してはもう別に直接言うわ。<laughs> いや、もう話して。<laughs> あの、まあ。 下さんもそうですけど、はい、うちもあの会社をやっておりまして、はいそのいろんな業種の人と仕事するじゃないですか,か会社と,してってことそうそう会社を運営するにあたって,いたってああ法人を運営するとして,てと、ね、そうそうそうはい,、はい、いろいろですよ税理士会計士やらなんやらかんやらと仕事するじゃないですかまあまあねうん、まあ、その中のある一人と一、うん、人というか一つの会社と、うん 喧嘩したんですけれども喧嘩というかまあちょっとなめられたもんなんですけどまあまあどういう理由でっていうねいやもういつの話かこれも1週間も前じゃないんです、うん、3日4日前の話なんだけどいまだに腹立てられるんですねほうずっと、うん、まあ僕は実は平社員でうちの奥さんが社長なんですよ、うん、だから直接連絡取り合うのはうちの奥さんと 普通は、ねうん、そっちの方が話早いからそうそう、うん、でまあある業種の方と話し合いをしていて、うんね、これこうこうこれあだねとかって話し合いをしている中でなんかね最初は返信がものすごく早かったんだけど、うん、ちょこちょこ遅くなっていくんですよ全部じゃなく、うん、ポイントポイントで遅「遅いなこの人返信」って思うことが増えてきたんですよね。うんうん、2日に一度しか返信来ない とか、うん、ひどい時は3日とか、うん、まあでもこれも我慢すればいいしなと思ってまあその時は言わないで、うん、円満に円満にこっちが我慢すればいいんだからってやってたんですけど、うん、この間あのー、6日間無視があってまあ無視っていうか返答がなかったっていうこと、ね、まあ無視ですね、<laughs> なんで。 返がない無視なんで完全に僕からすると無視があってこれは言わないといけないだろうと思ったんですよその会社の担当じゃなくて社長に連絡しようと思って代表にねそう言うてもその会社もそんな大きくないのでまあ多分10人もいないんですよねだから担当してる人じゃなくて連絡しても連絡つかないからうん だからそっちに連絡しようと思って代表会社の社長に連絡したんです、うん、そしたら「すいませんそのようなこと僕の耳には入ってませんでした」って言われたんですよ、うん、あまあそれに関してはまあいいやと思ってまあ担当がね全部やってたんだと、うん、そ,うそうですあそうですかすいませんじゃあちょっと確認取ってもらえますって連絡したの、うん、あわかりましたすぐに確認取ります」うん、って言って「あよかったこの人はまともやった」と思ったら、うん、そっ から連絡ない <laughs> うーんで担当の人から次の日のえっ、ー、と何やったかな10時か朝の、うん、14時からなら連絡できます電話できますって言われたんですようん、うん、電話無視されてる時代だったからメールだけじゃなくていやーメールも電話無視でした両方ねそうだから10時か14時やったらいけますって言われたの、うん、だからあそっかじゃあまあしようかなと思って でえー、次の日でですよ、うん、でも10時僕、仕事があったんで、うん、10時は出られなかったんですよ、うん、だから14時に連絡しようと思って、10時に連絡したんですよ、うん、したら、無視、で電話に出ない出ない、うん、んですよね、次はまた代表に連絡するんです、うん、すみませんって言ってあの、14時に連絡したんですけれども、連絡取ってくれなかったんですよね、電話のって言ったら、え あのー、朝、打ち合わせしましたその件に関して、うん、で10時に連絡しましたけどって言われて、うん、いや僕、仕事で出られなかったんですすいませんって言って14時になんで,す、ね、でも14時半から次の仕事が彼は入ってるんで、うん、もしかしたらそれがかその前のやつが忙しいのかもしれないですねって言われた瞬間にむっちゃ腹立って。うん 知るかんなもんと思って <laughs> まあそもそも、うん、あんたらが10時か14時言うて来たんちゃうんけと思ってうん、うん、それに合わせて俺早くに帰ってきて連絡してるんですよ、うん、それおかしないと思ったんですよね、うん、いやいやおかしいですよ俺14時って言われたから10時連絡しちゃったあとあんたそもそもすぐに確認して連絡し直す言うたけど、うん、1>, 1日またしとるやないかうん、うん、俺が連絡せんかった連絡せんかったろお前 い、うん、いやはい、なんかようやく反省してますみたいな「<laughs> はい」ってそれまでは謝罪も何もなく <laughs>、うん、あてかここまでもなく、うん、今のとこ別にその特別悪い感じではないそうなく <laughs> で,いるよ、ね、で6日待たせてるっていうこともそうやし、うん、もっと言うとその奥さんがうちの個人情報の PDF 送ってるんですよ、うん、ある月にね、うん、したら 1か月後ぐらいに PDF 見られません、うん、って来るんですよ月後っすよあのだから期限切れとかじゃないどうなんですかね1か月後なんですよで「すいませんちょっと1か月一か月が何やすいません見られません」みたいな連絡来て、うん、えっ何な,なんこれと思って、うん、なおかつもっと言うもっと担当者が「<laughs> わかんないけどね PDF、うん、すいません」 ちょっと僕じゃなくて違うまるという担当者に変わりますって言って途中から途中から、うんまあ、それ全然いいから、うん、あ分かります大丈夫ですよって送ったら、うん、その人に送るじゃないですかそもそもその、まあ、担当者が変わったからいろいろ送ってたら次元々の担当者から「うん、すいませんやっぱり僕で」って言うんですよ、うん、担当は、うん、はなんやこれと思ってたら元々の担当者がだから戻るんですよね担当者に。うん、したら そのの代目の担当者から普通に連絡くるんですよ担当こっちだったんちゃうのって思うじゃないですかうんうんんでえと思ってえこっちの人も繋がってんのかなと思って奥さんが2代目の担当者に連絡するんですようん、まあ、確認してい,いいてはいいね無視 2>, 2代目もうんそっから無視 <laughs> なんですよね <laughs> 担当外れたっていうことなのかなそれがでも担当外れた後にも連絡してるんですよ 僕とやねらに対してんだろうねでそれに対して返信してんの, <laughs> のであともっと言うと送信だけしかできないわねだからえっ、ー、と、まあ、関係してる人いると僕の奥さんと1代目担当者と2代目担当者なんですけど、うん、なぜか CC に途中から知らん男おるんですよおほうほうほう自己紹介もされてない知らない男がいてああその会社のそうんかの係かかの人なんだそう,そうで PDF 見られるっていうか いやちょっと待ってと思って、うん、こいつ誰なんそもそもみたいなう、ねうん、そういうのも,、まあ、もういろいろ払ってきて<う>むっちゃ腹立ってすいませんって言ってオタクのところでは、うん、えーとホームページ見させてもらうと迅速な対応と書かれておりますと <laughs> すぐホームページ上に見るから <laughs> 迅速な対応お客様は待たせませんと書いておりますとうん、うん あなたの言う、迅速な対応というのは、5日6日間の話ですかうん、うん、僕からすると、当日、遅くとも次々の日とか、2日まで、いや、1日次の日までだと僕は思うんです。迅速なお客様を待たせない対応というのは、お宅のとこでは、マニュアル、 6日までが迅速な対応。もしあなたがママニュアルで6日間っていうなら迅速な対応。うん、僕が間違えてました。すいません。どうです ?5 日またせんの迅速マニュアルって来たんですよ。うん、そしたら、い,いえ、そんなことありません。僕の認識でも、うん、当日か次の日だという認識ですと。うん、じゃあ、これ間違いですよね ?6 日またせんの。<laughs> なんか、視感ある。迅速な対応違いますよね。うん、ほな、これ、ホームページから消してもらいます <laughs> 迅速な対応できてないんだから、嘘書いてますこれ。うん、これ信じてきて6日間待たせられる人もこれからいると思うんですよ。うん、普通だってそうですよね。迅速な対応言うたら本日か次の日ですよね。うん、え嘘ついてますよ。う<わ>これ、もうめんどくさい。 消さないと。うん。いやいや、本当に。消さないと。あと別で、うん。チームワークを大切にって言いましたよね。うん。オタクでもすいません、そこ管理できてなかったですって言いましたよね。うん。チームワーク取れてないですよね。じゃあこれ嘘じゃん、消さないと。うわぁ。親切心。ホームページに口出してくるです。親切心です。うぜぇ。親切心です。間違えられてますよ、オタクって。うん。 迅速な対応も取れてないチームワークも取れてないちょっと古代広告になってなねそうですそうですチームワークっていうのはこれはあれですかとお客さんとそのスタッフさん込みのチームワークってことですかみたいな話したらだとしたら一番できてるじゃんそうなりますねって言ってチーム違いますって言って仕事相手ですチチーームムじゃなないに 僕は気はないですし、うん、なおかつチームメイトと思うんやったら知らんやつ入れんな <laughs> 名前も誰やこいつ <laughs> 俺知らんぞ、うん、俺は会社は船やという話を聞く、うん、知らんやつ乗っとる俺の船に <laughs> 俺と奥さんの船に知らんやつ知れんと乗っ取るこいつ誰 <laughs> 自己紹介せんとこいつおかしいでしょシュレット乗っとんねん、お前の友達。ね、難民が入ってるね。そうなんですよ。うん、おかし、こそっと入っとるんですよ。うんうん、リンゴ入れてる樽の中におったこいつが。いいが何しとんねん、こいついや、これはあかんやろってことで、その自己紹介なく CC 入れんのやめてもらいますって、うん、個人情報やから。うん。確かそうですね。すいません。ちょっちゃんと謝ってくれて。うん,うん。 それは本当に申し訳ないですすいませんって謝ってくれて、うん、ああそうですかーって言ってでもこれほんまできてないんでおかしいですよって、うん、なんでそれで,できないのか、ね、そうなんで,すで他の人にもこんな感じですかって、うん、ここ数か月ほんまにおかしいですけどって言ったんですよいやまあまあそうですねーみたいなあのー、僕以外にもそうなってんのみたいな。 おかしいでしょこういう会社。なりたってないじゃないですかみたいな。んか、そう。機能してない。だから、ホームページからこれ消したほうよ、やっぱり。迅速な対応できてない。チームワークも取れてない。だから、これホームページから消してください。すいません。って言ったら、あの、すいません言って。強い感じ、俺に。え、強く来れんのここで。早瀬思って。さん以外ではできてます。うおーケーこいつ。ほら。 <laughs> なんでなんでなんていうのがあるよね。はさん以外では。できてます。うん、ですから、消せません。うん、<laughs> じゃあ言わしてくれ。うん、早瀬以外ではできてますって書け <laughs> めんどくせえ。は <laughs> でもできてんのかなって思うやつおるかもしれんから。うんうん、早瀬以外。はのみ、ね。そうそう。は以外ではできてます。早瀬にはできてませんって書かないと、これ、ちゃんと。うんうんうん 混乱する人いますよ。<laughs> いねえよ。<laughs> いねえよ、そんなやつ。言うて。うわーって言ったんですよ。うん、で、やっぱり、反省がないんですよね。うん。で、僕はもう発揮し、その、うん、謝罪はいいから、うん、今後どうなるかだけ教えてくださいと。うん、これからきちんとできるんなら付き合うし、うん、できんのやったらできんって言ってくれ。違うとこ探すから。うんうん。って言って。で、できないですかできるんですか いやー、誠にも申し訳ありません。いやで、違う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 ,違う。うん、できるかできんか、イエスノーで答えてくれません。うんうん、これもう別に謝罪とかどうでもいい。過去の話は飽し。そんな、むちゃくちゃ切れてるけど、ここに関して謝罪とか発揮してもどうでもいいと思ってるってって。だから、あの、できるかできないかだけ。でもこの時間ももう、煩わしいし、ね、鬱陶しいし、うん、できないと電話聞きたいんでって言って。そ、うん、したら、できますって言ったんですよ。お<ー>うん。信じらんねえよ。<laughs> 何を言ったんねん。一聞くな、ね、よ、最初から。<laughs> 言いました、僕は。うん、信じらんねえよ。うん、イエスじゃねえよ、てめえ、この野郎、って,って。じゃあ、どういう風にしていくんですか、と。うん。まあね、改善しない、うん、こと、そは多分直んないそもそもこれ、もいつか6日待たしてて、なおかつ知らんやつ船乗してて、とか、うん、あともう普通に平気でみんな無視してるっていうのって、これ、 異常なことやと僕は思うんですよね、うん、と。うん、だから、あの、もう会社の人みんなおかしいんで、と。あなたも含め。うん、で、あなたも謝罪もあんまりないし、なおかつ、あの、すぐ連絡取りますね、って言って1日待たせる平気で、俺から連絡なかった、連絡しなかったでしょ、うん、それおかしい、みんなおかしいぞ、あんたの会社。すいません、早瀬さん。<laughs> あなたに紹介していない人もいます。うわぁ <laughs> どういうこと <laughs> あなたに紹介していない人もいるから会社みんなとは言えません、って言われて。<laughs> 返したやつみんなおかしいって言ったら、そう。全員は知らんだろう。そう、全員じゃないみたいな。なるほどね。待てよ、俺に対応したやつって、わかるやろ、そんなの。祝いでも。こいつ。いや、前が、だから、全部、含めちゃったからね、いやいや、おかしいでしょ、でも、これ。おかしくって言ってること。あなたさ。すごいね、でも、言い返してくるのがすごいな。おかしいですよ、言ってること。みたいな。もう言うて。あと、 ありがとうございます。あなたに、そうやっていろいろ言われて、僕、もっと強くなれます。うるせえ <laughs> すごいポジティブ。こいつうるせえもん。ポジティブ。むちゃくちゃムカつくでしょ。ムカつくねえよ。むちゃくちゃムカつくんすよ。ちょっとちょっと。で、ちょっと鼻につくな。途中ぐらいから、なんかあの、うん、あ、こっちの方がええかなと思ったんでしょうね。うん、すいません、林さん。僕がリーダーです。どういうこと だから会社で起きたことみんな僕の責任です。僕がリーダーです。そう、知ってるよ。僕がリーダーなんで、言い出して。かっこつき始めるんですよ。あ、だから、かば、かばうじゃないけどそうそう、かばうみたいな。私だけが悪い。そうそう。でも、ちゃんとしないとこれ、いけないですよって。うね。そう、僕以外にもやっちゃいますよって。先せだけができてないっていう理由がわかんないよね。今後僕以外にもこうやってなりますよって言ったら、そらそうです。 そらそうですそっからは自分の後輩というか部下の悪口を出すんですよそらできてませんあいつがみたいなでもお前リーダーやから全部しょんじゃんみたいなだから全部むちゃくちゃなんですよこいつ何なんと思ってじゃあどうやって指導していくんですかって言ったら CC の中に僕も入りますってみんなで管理することにしますって言うんですよ みんな信用してないのにって思いながら船の数増えただけそうですそうです人が増えただけで知らんやつらが知らんできんやつらが乗ってもうまあまあクルーは増えたわそうでも言うんですよチャンスくださいああ。僕にちゃんともう一度チャンスをってもしじゃあ次チャンス与えるとしてもし次失敗したら名指しでむちゃくちゃののしってもいいんですかうん あなたの会社、うん、俺むちゃくちゃ言いますよって言ったら、うん、オッケーですって言って <laughs> なぁ、<laughs> こいつムカつく舐められてるやん。ずっとムカつく、こいつ大丈夫です僕できるんで <laughs> まあまあ、そのね、入れ替えで本当にできんのかなと思うけどね。昨日までできんかったやつ。心の入れ替えで、ね。できますできるんで言って。わかじゃあお願いしますって言って、元の担当者からもまあ電話があったので、 引き継ぐんんだだそのままな元の担当者にやらせるのすよ。でまあ電話するんですよね、すみません、もしもしって言ってしたら、まだなんで2時に電話したのに電話取れなかったかっていうのを聞けてなかったんです、聞こうと思って、担当者しか分かんないっていうから、担当者、連絡しますわって連絡したんですよ、朝10時に連絡したんだけれども、2コール。 <laughs> なおかつまあ出ないと思ってたからツーコールで、うん、でえー、っと留守番電話、うん、もしもって聞いてるあえ入ってんの何か留守電みたいな留守電はもしもって入ってましたその人から朝10時にね <laughs>、うん、で 10時に連絡しました、うん、でも連絡取れられなかったんですけどあなたがね連絡したけれども全然電話取られなかったんですけどどうしてですかって言ったら「いや朝10時に出られなかったんでこっちでもう忙しいのかなと思って10時半のやつを前倒ししました」と言われて前倒しそう他の仕事入れたってことかそう10時に <coughs> すごいねえっと思ってだとしても一言メールくれませんって,言ってあのこっちとしてはね その連絡して返信がずーっとないから、うん、いつ返信くれるんやろうってもやもやたまってるんですよと、うん、だから次からはほんまよければなんだけれども,もう忙しく何でもいい体壊しても何でも何でもいいわと一言言えません、うん 一言何日ぐらいの返信になりそうです。忙しいんだったらね。うん、それがあれば、そこに向けて僕らもいろいろ、じゃあ情報を集めたりとか、うん、どうやって伝えたらいいかなって考えられるから、その時間何時ぐらいにとか、何日ぐらいにって言ってくれませんって言って。いや、僕もね、実はテレビの裏方やってたけど、どんだけ忙しくてもそれぐらいはできましたよって。うん、できますよね、うん、で,できるでしょうって言ったら、すいませんさ、うん人それぞれ、キャパが違いますははははは。<laughs> なんか、聞いたことあるな、こんいこいつちゃんとリーダーから、<laughs> 代表から、やり方なろとるがな。うん、これマニュアルがねえか、これやっぱり、と思って。<laughs> うん、すいません、うん、<て>だよもう人それぞれだと。キャパシティ違います俺,俺のキャパは小さいそう。あなたができても僕ができるかどうかは、みたいな。なね、ちゃんと教えられとるこいつも、<laughs> できん、できないという指導 <laughs> すごいななんか。 むちゃくちゃ腹立ってそれも。いや、うん、いや、あの、一言くれたらいいんでキャパシティどうじゃなくて、あの、ほんまに何でもいいです。体壊したとか、うん、それこそキャパシティいっぱいなやったら、うん、あ、もうしんどいだったらそれでもいいから、何でもいいから、うん、別に会社に言えないとかでもいい、別に何でもいいから、うん、あの、ちょっと今日しんどいんで体しんどいとかメ、メンタル的に精神的にでもいいから、何でもいいから、じゃあ、 いついつになりそうですだけ教えてくれっつって、うん、長く取ってもいいそれよってだったら1週間の1ヶ月は待ったるかなって言ったらあでももうこんな大こじれになってる時点でもう, <laughs> う信用なんかないかと思うけど分かんないですけど、うん、まあでもその代表社長に僕は信頼してもう1回チャンスをって言ってたんで、うん、じゃあもう1回だけお願いしますって言ってわ、うん、かりましたそれではあのー、前回 奥様社長から送られてきたあの PDF の件お話したいんで奥様、代わっていただけますでしょうかう違うんです、対応がうわっ、こいつやるやんと思ってその場で心入れ替えてる意識変わったなと思って奥さんに変わったんですよ、そしたらすみませんでした言ったんですよね奥さんは大丈夫ですよって言ったらじゃあ、すみません仕事の話に移らせていただきます、今年どれぐらいもおかりそうですかそれ すごいねざっくりな儲け聞いてきてざっくりな聞き方、うん、多分ね、うん、数週間後もう一回ブチ切れると思う <laughs> いや別にいいだろ儲け聞くのはち,ち儲け聞くはいいけど早い仕事をしてくれよれ、ね、早すぎないなんか、うん、分かるんだけど切り替えがね切り替えもそうやしあとなんかその質問も全然違うんですって <laughs> 前の送信したものと。 それの話ではなないんだ。い<う>。関係してないんだん全然関係ない<ー>えってなって本さんも「うん、いや違うあの前の送信のあれ見てもらえてます?」その返信をしてほしいんですけどああはいなるほどねちょっとダメっぽいこれはちょっと厳しそうだぞ <laughs> 打ちそうっ,す、ね、<laughs> っていうかまあ俺ならもう絶対切ってるけど <laughs> いやいやそうそう,そうなんですただかなん,かなんかねもうちょっとおもろくなりそうと思っていいっすよね、うん、すごいしかし長いこと話したね <laughs> いやめっちゃ腹立つ本当に本当はもっとあるんだけれども、うん、まあ長くなりそうというのもあってここら辺であ,で、ね、あそうっすか、うん、腹立ってしょうがないっすよね本当にまあでも なんで「早瀬せ」だけできなかったのかは俺聞きたかったからなそれ前の不動産もそうなんですよ なんでその他は全部できてるんでしょうだって前の不動産もこれがすごいと思うよね言ったんですよこれマニュアルかって言って俺以外でもできてんのお前誠実な対応だけど誠実ちゃうなうついて誠実消さんかいって言ってその人は誠実に消してましたけどあの次見たらそれだけは誠実に対応したんで対応って書いてましたお客様に対応しまして誠実に消えててそのまんまみたいなやつなんですけどだからんかね運悪いんですよねそういう運なのか <laughs> 運なのかな、これ。運でしょ、完全に。そんな変な人と出会っちゃうっていうね。うチャランと。ラな人と出会っちゃう。そんな変な要素なかったでしょ、それまで。いや、ちょっと。最初からだったの一番最初、開口一番、自己紹介する前に、もうけていきましょうかって言うてました。<laughs> もう俺、ちょっと、契約しないかもしれない。ボタン二つ三つ外した。 お男が、自分の会社読んで、うん、アイスさん、儲けていきましょうかー言ってましたね。うん、ちょっと、関西っぽいね。<う>ね僕ね、これから、どんどん儲けていこうって人仕事したいんです。現状維持なんて、ノー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 。儲けていきましょうやー言うて <laughs> じゃもう儲け。儲けに特化した場所だったんです、ねそうそうそう。っていう、えー、そったらの話でした。はい。 今後また話するかもしれないです。次の話、ね、はい。はい、以上です。お待たせした。